室生ダム、室生ダムは、奈良県宇田市室生の地先、淀川水系木津川左市名張川の省、佐市線である宇田川に位置するダムである、救命宇田川ダム。独立行政法人水資源機構が管理する多目的ダムで、名張川、淀川下流部の地水、大阪府、京都府など、関西県の水亀として建設された木津川、上流ダム群の一つであり、鉱山ダム。 名張川、昌蓮寺、ダム、昌蓮、寺川についで3番目に完成した、包み高63.5メートルの重力式、コンクリートダムで、淀川水系に建設された、国土交通省、水資源気候管理ダムの中では小規模の類に入る。ダム湖は、室宇湖と呼ばれる。1953年、昭和28年の台風13号による、 淀川流域の大水害を契機に、それまでの河水統制計画を大幅に見直す必要性に迫られた建設省、現国土交通省近畿地方整備局は、1949年、昭和24年に経済安定本部より立案された河川海底改修計画を早急に淀川水系にも適用することとした。これが1954年。 昭和29年に発表された、淀川水系改修基本計画である。この計画は、従来の河川改修に多目的ダムを用いた、系統的洪水調節を図ることを最大の目的としており、淀川本川と木津川流域を対象として、ダム計画が策定された。この計画において、淀川本川では、京都府宇治市の淀川、宇治川に、甘瀬ダムを建設し、 さらに上流、瀬田川区域で季節されている瀬田川新井駅の改修が計画された。一方、木津川流域では、木津川本流に適当なダムサイトが存在しないため、最大支線である名張川流域にダム建設を計画することとした。名張川本川には、木津川合流点の直上流に月ヶ瀬ダム、後の鉱山ダムを建設し、大和高地を水源とする左支線。 宇田川にもダムを建設することとした。これが、室生ダムであり、淀川水系改修基本計画が発表された1954年より、調査が進められた。なお、計画当時は、宇田川ダムという名称であり、後に、現在の名称に変更された。こうして、室生ダム、鉱山ダムは、淀川水系改修基本計画の中における、主柱事業としての、 木津川上流総合会事業の根幹施設として、建設省近畿地方建設局によって計画が進められていった。奈良市をはじめとする奈良盆地は、大和川を含めて水量の豊富な河川が存在せず、慢性的な水不足に古くから悩む土地柄であった。このため古くより、溜池が多く建設されていたが、安定した水供給を行うために、江戸時代より、吉野川分水、 明治時代には、宇田川分水を計画し、木の川や宇田川からの、導水を計画していた。だが、下流の水利権者である、京都府や和歌山県の猛反対で挫折を、繰り返していた。しかし戦後考えに関しては、農林省、県、農林水産省近畿農政局と建設省の、共同事業である、木の川、戸塚川総開発事業により、大葉ダム、木の川、つぶろダム、 つぶろ川が建設され、これらのダムを水源とした水供給が行われるようにはなったが、上水道供給は人口増加に追いついていない状況であった。さらに高度経済成長に伴って、関西圏における水需要の逼迫は次第に顕在化していくようになり、琵琶湖に依存していた水資源の新規確保が重要となった。 これら関西大都市圏の水需要を安定化するため1962年、昭和37年に、淀川水系は水資源開発促進法に基づく開発水系に指定され、水資源開発公団、現在の水資源機構による総合的な水資源開発機とされた。淀川水系では、木津川上流総合開発事業で建設が進められていた室 高山両ダムが、水資源開発の対象施設に定められ、淀川水系水資源開発基本計画の策定に、従い交段に、事業移管された。以後交段事業として進められるが、この間同じ名張川の小和支線である小連、寺川にも小連寺ダムが建設されることとなり、木津川流域のダムは3ダムの拡張された。鉱山ダムは1969年、昭和44年に、 ショーレンジダムは九百七十年、昭和四十五年に完成し、ムロ尾ダムは三番手として九百六十九年より、実施計画調査が開始された。九百六十九年五月十四日に、建設省より、事業方針の指示が、後段になされて事業は本格化した。しかし、宇田郡灰原町、現、宇田市の二十世帯が水没するため保証交渉が持たれ、 2002年の歳月をかけ、1971年、昭和46年2月に、一般用地保障、4月に、公共用地保障基準が妥結され交渉はまとまった。その後、同年9月より、本体工事に着手し、1974年、昭和49年初頭には貯水池に水を、目、ダム本体の異常がないかを確認する試験淡水も、終わり、同年4月に完成した。 目的は、名張川木津川淀川沿岸に至る地域の洪水調節、鹿高遺跡から取水されている、既得農業用水利権分の水量確保を行う、不特定利水、奈良市をはじめ、大和郡山市、天理市、桜井市ほか奈良県北部一市町村40万人分の、浄水道供給、宇田川流域の新規、灌外用水供給である。水道に関しては、 ダム湖である、室ウ湖から、発瀬水路という導水路を通じて山戸川へ、放流され、下流で、上水道分が取水されている。このため、名張川、木津川下流の観光水利権を有する三重県、京都府と利水者である奈良県の間で、減水保障交渉が難航し、建設省を仲介として、意見調整が図られた経緯がある。また、 ダム直下で合流する室尾川に島形に取水石を建設し、悲観外機、農管機には、島谷導水路を通じ室尾湖に導水し、貯水量を確保している。室尾ダム完成により、明治以来の構想であった、宇田川分水は、完成を見る。なお、室尾ダムより上流部、宇田川源流部には、奈良県によって、小規模生活貯水地である、宮奥ダム、重力式、 コンクリートダム36.5メートルが建設されており、旧大宇田町一帯の考えと、上水道供給及び、室湖までの洪水調節を目的としている。室湖周辺は、室赤目青山国定公園に指定されており、赤目48滝や京地系等の名称もあり、落ち着いた雰囲気を醸し出している。秋には、紅葉が美しい。この付近には、女人、 高野として名高い室宇寺、山を越えると長谷寺があり多くの観光客、参拝客が訪れる。ダム付近には近鉄大阪線や国道165号が通過しており、柏原神宮へも近い。さらに、大宇田地区を南下すると、吉野方面へ抜けることができる。なお、ダム所在地は建設当時は、室宇村であったが、平成の大合併によって、現在は、宇田市となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。